コカ・コーラゼロはザ・コカ・コーラ・カンパニーが販売している炭酸飲料。2005年6月、アメリカ合衆国にて発売開始。日本では2007年6月に発売され、現在51カ国にて販売されている。日本では 280ml、350ml、500ml 間、350ml、500ml、1.5L。 二郎パッドで販売され、地域によっては 300ml ボトルカーニア 242ml リターナブルビンでも販売されている。なお、アメリカでは2017年8月に販売が停止され、欧州や中南米で販売されていた、コカ・コーラゼロシュガーへの切り替えが行われた。コカ・コーラゼロコカ・コーラゼロコカ・コーラゼロ若者をターゲットに赤いコカ・コーラの味、ダイエットコカ・コーラの カロリーゼロという特徴の両方を兼ね備えた商品として発売された。販売されている国によってパッケージデザインが異なることがあるがメインターゲット及び味設計は基本的に同じである。合成甘味料を砂糖代わりに使っている。日本では2007年4月発売のノーカロリー1個かコーラが女性向け6月発売のコカ・コーラゼロが 男性向けのゼロカロリーコーラとして売り出された。ノーカロリーコカ・コーラに比べ、コカ・コーラゼロは甘さが抑えられ、炭酸ガス圧が強めに設定されている2010年4月には、糖分、香料、保存料ゼロに加え、カフェインフリーも実現した、コカ・コーラゼロフリーを新たに発売した。こちらは、金のラベルを採用している。日本では、ゼロサムライなるキャラクターを採用。 紛争は、侍なのだが、ちょんまげに見立てて、コカ・コーラゼロの 500ml のペットボトルを頭に乗せている。ためらわない男の象徴イコール侍を起用し、決断力のあるシャープな男を象徴としている。日本での発売より1年後、カーディーラーのホンダを中心にサンプリングを行った。また、2007年から2016年は、 鈴鹿8時間耐久ロードレースの冠タイトルとなっていた。2008年10月、映画007の新作、慰めの報酬とタイアップし、プレゼントプロモーションをはじめ、コカ・コーラゼロのデザインパッケージを販売することを発表した。2009年2月、製品のリニューアルに合わせ、J リーグとの共同プロモーションを展開。このプロモーションから PET 製品に関しては、 キャップ裏にピンコードを印字し始めた。2012年は、ファジーコントロールのボーンとベワイルドを CM 局に起用。スカパーとのコラボ CM では J リーグサポーターの応援風景を使用。栄養表示基準が規定されている健康増進法の第31条によると、1 0 0トルで5カロリー以下であれば、 零カロリーと表示しても良いことになっているが、厳密にはカロリーはわずかにある。ありがとうございます。